してきて、もしもしてきて、最近うまくいってない、毎晩枕にはクライン、だから相談したい、言いようとしたの一体、彼がどれだけ愛してくれてるの本当わからない、それに私が直接言えない気持ちも彼はわかってない、だから喧嘩を重ねて仲直り、でも何も変わらない、わかるわ、私の彼氏もいつも私をわかってないけど、そんなもんいつもそうだもん、話したいのだから聞いてよ、もしもしね聞いて、どうすればいいの今わからないって、もしもしね聞いて、彼がわかってくれない本当に最低、時にいつでもトーリング、始めたらいつまでもトーキング、もしもしね聞いて、言葉にできないこの気持ちわかって、最近なんかそっけない、いつも私から送る LINE、 もう7日も会えてない、もう私に飽きてない、付き合う前には毎日してた電話も今ではない日々、なんか私ばっかり好きみたい、片思いみたいけど、そんなもんいつもそうだもん、話したいのだから聞いてよ、もしもしね聞いて、どうすればいいの今わからないって、もしもしね聞いて、誰がわかってくれない本当に最低、そんな時にいつでもコーリング、始めたらいつまでもトーキング、もしもしね聞いて、言葉にできないこの気持ちわかって、聞いて、どうすればいいの今わからないって、もしもしね聞いて、彼がわかってくれない本当に最低、そんな時にいつでもコーリング、始めたらいつまでもトーキング、もしもしね聞いて、言葉にできないこの気持ちわかって。